テキサスはアメリカ海軍発の戦艦。艦名はテキサス州にちなむ。本艦の武装配置を示した図。太戦で記されたところはシタデルの範囲。テキサスの建造は1886年8月3日に議会によって認可された。その設計はコンペティションにより選定されたイギリス案によるもので、設計採用の賞金は15000ドルだった。 設計は、その当時の他の艦に比べて劣っており、装甲巡洋艦、メインと同様の得意な並走配置で、原則に配置された方の射撃を著しく制限した。設計における砲塔の致命的な欠点は、砲弾装填位置が固定されていた点で、後に修正された。テキサスは1八8九年六月一日に、バージニア州ポーツマスのノーホーク海軍造船所で、 帰港し、1892年6月28日に、マジヒューストン・ウィリアムズ夫人によって、命名、浸水。1895年8月15日に、初代艦長ヘンリー・グラス大佐の指揮下収益した。テキサスは、カンドックで船体に損傷を受けるなどのいくつかの、不運な出来事に遭遇した。1895年の収益から1898年の、 米西戦争までの期間に、テキサスはジンクスを持つ不運な船と評判になり、古い薬病科ミオールドフードゥーの愛称で呼ばれるようになった。北、大西洋艦隊に配属されたテキサスは、アメリカの東部海岸を巡航した。1897年2月に、大西洋を離れ、テキサス州ガルベストンとルージアナ州ニューオーリンズを訪れる。1897年3月に再び、 大西洋に戻り、1898年初頭まで活動を続けた。その後2月にフロリダ州、キーウェスト、ドライトートガスを経由して、ガルベストンに向かう。3月にドライトートガスを経由して、大西洋に戻り、3月24日にハンプトンローズに到着、北、大西洋艦隊での任務を再開した。1898年2月に、キューバのハバナ湾で、 装甲巡洋艦名員が爆沈し、米西戦争が勃発する。5月18日までにテキサスは艦長 JW フィリップ大佐の指揮下、戦闘に備えてキーウェストで待機していた。5月21日にテキサスはキューバの支援フエーゴスを機にキューバの海岸を封鎖する遊撃艦隊と共に到着した。 燃料の石炭を補給するためキーウェストに戻り、その後は5月27日にサンティアーゴデクーバ沖に到着した。テキサスは6月11日まで同所からグアンタナモ湾の偵察を行った。6月16日に巡洋艦マーブルヘッドと合流し、カヨデルトレ要塞への砲撃を行う。両艦は14時に砲撃を開始し、砲撃は1時間に及んだ。 その16分後、要塞は沈黙した。7月3日、パスクアル・セルベラ提督率いるスペイン艦隊がアメリカ軍の封鎖を突破しようとした時、テキサスはサンティアーゴ・デ・クーバを出港し、敵艦4隻への砲撃を行った。テキサスはその手法でビスカヤとコロンを砲撃し、副砲はアイオワと砲艦グロスターと共同して2隻の駆逐艦を砲撃した。 スペイン艦隊はアメリカ艦隊の攻撃によって駆逐艦2隻は大きく損傷を受けて海岸に座礁し残る2隻の大型戦闘艦も砲撃でおのおの撃破されて浜に乗り上げ壊滅したケルベラ艦隊の撃破はサンティアーゴデクーバの封鎖に貢献した同志はアメリカ艦隊が勝利したちょうど2週間後の7月17日に陥落しその後スペイン軍は サンティアーゴで降伏、フランス政府の仲裁により和平を求めた。平和条約は8月12日にワシントン DC で調印され、アメリカ艦隊は帰国を始めた。テキサスは7月31日にニューヨークに到着し、艦長のフィリップ大佐は1898年8月10日に大将に昇進した。11月後半にテキサスはハンプトンローズ南方へ移動し、 12月2日に到着した。その後は大西洋岸の偵察巡航という平時任務を再開した。その後も東海岸北部で集中的な作戦行動を行い、プエルトリコのサンフアンやキューバのハバナを定期的に訪れた。テキサスはノーフォーク海軍交渉での修理の後、1901年に大役したが、1902年11月3日に、 再び収益した。その後は1905年まで沿岸部隊のための機関として活動した。1908年までにテキサスはサウスカロライナ州チャールストンでステーション船となった。1911年2月15日にはテキサスの艦名を BB-35 に命名できるようにテキサスは艦名をサンマルコスへ変更された。 サンマルコスは1911年10月10日に除籍され、チェサピーク湾のタンジールサウンドで標的艦として海没処分された。ありがとうございます。